アロハ、毎日サンダルです。サンダルです。おはようございます。おはようございます。さあ、空港に来ておりますね。はい、ちょっとラウンジ入れるかな。なんだっけ、ハワイアンのプルメリアラウンジ。まあそんなに時間はないけど、まあせっかくなんで行ってみましょうか。はい、よっしゃ、じゃあハワイ島到着でございます。もう特に荷物も預けてないから、はい、スッと出ますけどやばい、久しぶりの土砂降り見てるんだけどね、どうしようね。まあ、とりあえずレンタカーピックアップしてそこから考えますか。はい、雨のハワイ島でございます。もうね、ちょっとドライブ、ずっと海岸線をねドライブしていこうと思ってたんですけども、雨なんでちょっと趣向を変えて、ヒロにあるハワイ大学のイミロア天文センターというところに来て、大人19ドルで、僕らカマイナで14ドルで、入れて、でなんか10時11時12時1時でいろんななんかプラネタリウムでイベントがあるみたいなんで、1時のものに参加したいと思います。イミロア、はい、ということでヒロに着いたんですけど、はい、土砂降りっすね、土砂降りだね。土砂降りになってしまう。ヒロは雨が多いって聞いてはいるけどっていう感じだね。そうね、ちょっとどうしようってまあ、ということで今日が、あ、間違えちゃった、向こうだった向こうだった、一歩間違えちゃった。ああ、まあ、ダウンタウンをちょっとぐるっとしていこうかな。あれなんですよ、あのハワイ島に一泊で来てるんですよね。はいはい、ですけども、うん、土砂降りということで、うん、でもともとはヒロから北の方を回って、うん、コナサイドですね、ヒルトンワイコロアで宿泊の予定なんですけども、うん、どうしようということでまあ雨だったんで、さっきねヒロのハワイ大学のプラネタリウムをちょっと見て、うん、あとお昼は近くにある天下鳥っていう、美味しかったね、美味しかったね、すごい大きいさ唐揚げでさね、クレイジーじゃない、クリスピーでジューシーで、なんかさ去年もハワイ島行った時に、うん、コナーの天下鳥行ったんだよね。うん、行ったね。うん、でまあまあ美味しかったんだけども、まあまあこれまあ普通に美味しいよねっていう感じだったんだけどなんか今回ヒロで食べたらめっちゃうまっどっちが先にできたお店なんだろうね。どっちだろうね。どっちもフードコートにある感じっていうか、そうね、ジャパニーズ唐揚げって感じだけど、うん、いやちょっと美味しかった。まあもともとメインランドにあるのかな、店舗展開してて、それがハワイ島にもできたっていうことなんで、ね、グルテンフリーって書いてあったね。グルテンフリーって書いてあったし、どうやってあの美味しい感じを出してるんだろう ね。まあでもそれをもう腹いっぱい食べて、うん、で今からちょっとコナ方面に向かうんですけども、うん、まあコナに向かうのはね、真ん中のサドルロード、まあ、マウナケアの入り口を通る、うん、道と北回りホノカとかを通る道があるんですけども、まあ一旦ちょっと北の方が晴れている可能性を信じて今からじゃあはい、北の方に向かっていきたいと思います。ね、はい、今時間が2時半、あ、じゃあ2時3分。2時ですね。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、はい。雨は止みましたけども、曇りのホノカに着きました。はい。50分。2時50分。広からね。本当だね。本当、深い谷を何回もこう通り越えて、ね、うん、はい、ホノカの街に来ましたね。まあ、ホノカはね、昔、ホノカボーイっていう映画が
あったので知ってる、ね、人も多いかとは思います。まあ日系人の方がね、よく多い移民の町だというふうには聞いておりますが、うんうん、どこかに車を、これかな？パーキング。柔術アカデミーとかもあったよ。はい、まあちょっとね、ドライブ休憩でコーヒーかなんかを買いたいと思いますし、まあほのかはテックスドライブインってね、有名なマラサダのお店もありますんで、うん、そこでマラサダも買っていこうかな。はい。はい。ほい。ちょっとね、寒いね。風が強くて。これはバンクオブハワイの100年ぐらい経ってんのかな、この辺は。あと、これがほのかビープーズシアター。もうホノカーボーイの舞台になったところかな。今日土曜日だけど人いないね。なんだろうね、この天気だ、天気だからかな。なんかでもなんかあれじゃない、こうオアフ島のさ、ノースエリア、まあ、ハレイバーとかあるじゃない、うんうん、でマウイもノースエリアが、うん、なんだっけパイヤか、はい、があったりで、いわゆるハワイの、まあ、一部ノースエリアがこの辺のホノカの街になると思うんだけど、やっぱ街がハレイバーとかパイヤってもう新しくされちゃって、綺麗、建物が綺麗になって、みんな同じような外観の建物になりつつあるんだけど、唯一ホノカは、いやマジで100年ぐらい前の建物がもうまんま使って、イノカチョコレートだった。あ、そうそう、いいね、夢わかんない。あ、これあのビッグジンさんの YouTube で1ヶ月ぐらい前にホノカの街やってたから、それを見てきたからさ。そうなんだ。そうそうそう、あとで寄ろうか、ちょっと一周しようか。いいんじゃない。で、新しいお店もできてるけど、でも建物とか本当に古いままのところが多いんじゃないかな。いや、なんか本当に古き良きハワイの雰囲気をそのまま残した街のような気がする。なんかオールデイズみたいな。うん、ね、お店の中自体は綺麗に改装されてるお店も増えてるけどね。なんかビッグジンさんの YouTube でも言ってたけど、やっぱりこう日本人が移民できてここの辺を開拓してきたけど、うん、コナに、そうコナとか、まあ、ホテルとかがねできてきて、みんなそっちの方に労働者として働くようになって、うん、でまあ、日本人が減ったところにフィリピン系の移民の人たちがねこう入ってきてこの街を作ってる行ったっていう話はね、なんかラズベリーのサンドウィッチーズ、うん、ファッチョだ。お、日本の日本の子、日本人、日本語が聞こえた。うん、今観光でいらっしゃってんのかな。カフェあるね。本当だ。コーヒーでも。さっきもホノカコーヒーみたいなあったね。え、あった。うん、あの車止める手前のところ。こっち側？反対側？こっち側。あ、本当に？じゃあちょっとコーヒーでも。なんかやってなさそうな感じがするけど。いや、こっちはやってるな。これはダンピングしたって。元の建物にこれがついてるから、やっぱりそのまま歴史的な建物としてね。
ザ・ワーリアーズ・イン・ホノカーとか、ヒストリック・ホノカー・タウン・ハワイすごい、すごいね、これあれなんかジンさんが多分食べに来てたコリアンフードのね、もうねちょうど2時もう3時ぐらいだから結構店閉まっちゃってるね。で2時ぐらいまでのお店が多いのかな。ドライブ途中のデザートのマナサダとコーヒーとトイレ休憩をしてまたコナの方に行きたいと思います。はい、じゃあホノカで、はい、テックスドライブインでマナサダを買って、はい、多分3時50分ぐらいに出て今4時5分でワイメアの街ですね。おお、カーボーリ、そう、パーカーランチとか、うん、あの街に来ておりますが、まあちょっと、まあ、雨なんで今日はここはスルーします。はい、いつもはね僕は個人的にワイメアの街大好きなんで、だいたいハワイ島に来ると絶対寄って、うん、あのスタバとかね、暖炉のあるスタバとかボルケーノバーガーとか、じゃあビレッジバーガーか、寄ったりとか、あと最近はこの辺、今中心から外れてきたけど、メリマンズっていう、まあ有名なワイキキとかに、あ、ワイキキ、ホノルルにもあるレストランと、その横に、アーボだね、うんうん、あの、カカアコのソルトの中にある、カフェ、アーボもできて、結構この辺が個人的にはおすすめな街。なんか、ハワイの中では山岳リゾートみたいな、うんうん、高原みたいな、そうね、いうイメージがあるんで僕はとっても好きなんですけども、まあ今日はちょっと時間もないしちょっと雨なんでこのままスルーしたいと思います。もしね明日もう一日あるんで、まあこっち側に北側をリベンジするのか天気次第で、それともマウナケアの方行くのか、はい、南側を回るのか、うん、まあ、そんな感じで行きたいと思います。もうとりあえず今日はもう4時過ぎたのでここからワイコロナバーの方にね、まあ、ここからあと20分ちょっとぐらいで着くと思います。はい、はい、行きましょう。頑張ってください。はい、よいしょ、晴れてきました。はい、さすが西側コナの方は晴天率が高い。でいつもこのワイメアから海の方にワイコロナの方に落ちてくる、降りてくる時に現れるブータさん。そうだね、ブータさんタンクね、こんにちはそして牛がめっちゃいる。もう本当にハワイ島に来てから人よりも牛の数の方が多いよね、出会うのは。まあ、特に今は牧場のエリアをね抜けてるからすごいいっぱいいるけど、すごい広い中でそうね。さあ、あもう正面がね、もう溶岩地帯です ね、 そうだね、うん、マウナーケアとかマウナローはちょっと雲で見えないんですけども、うん、ビーチサイドは見えてきますん で今日は今から宿泊地のワイコロアの方にヒルトンですね、はい、はい、行きたいと思います。なんだっけ、ヒルトンのオーシャンタワーだっけ、はい、に着きました。バーシャルオーシャンビューだっけ。いやでもオーシャンタワーって名前だけど、バーシャルオーシャンビュー。もう部屋の中はどんな感じでしょうね。あれどこだ、なんかクジラがねバシバシ飛んでるのが見えたんで、
今のは塩だけだね。おお飛んだ。今の取れてないかな。うん見えた見えた。おお、うん、めっちゃバシャバシャしてんじゃん。はい、はい、おはようございます。2日目の朝でございますね。じゃあヒルトンの中をちょっと朝散歩しておりますが、風が強くてね、ちょっと寒いからまだ人もまばらです。まあ、でももうなんか咳取りしてるのかな。寒いね。プールとかみんな入るのかな。これ時間から僕らからと席だってば一試合は取れないのか。ああそうね。昨日の時点で結構天気予報とか見てたら雨だな曇りだなと思ったけど、なんとかそうだね。バスが島のさこっちのね西側なんかソファーと前なかったよね来た時、ね、こんな感じのね、ちょんちょんちょんと、ね、であそこがブッダポイントか。いやちょっとこのオーシャンタワーに泊まってるんですけども、出口かどこか分からずもうだいぶうろうろしたね。あ、クジラいるんだ。うん、あ、本当だね。いや、昨日着いた時もさ、うん、もう結構部屋から、部屋とのあの辺だけどさ、うん、バンバン飛んでたもんね。うん、そうね。これはハンモックとかついてる。本当だね。だいぶ、こう、リニューアルしたというか、さっきプールもね、あの前回来た時は改装してたけど、ギリギリあのオーシャンタワーの上にちょこんとマウナロアが見えて、その上からサンライズですね。で向こう側にはマウナロアが見えて、どっち、マウナケアはどっち？マウナケアこっち。でマウナロアでフワララ、はい、朝コーヒーはホノルルコーヒーで、これがハワイ島かコナのコーヒー畑か、こっちはワイキキかな。かわいいね、これかわいいね。よいしょ。ホノルルコーヒーはあれだよね、比較的このワイコロアの中に各場所場所にあるよね。すごいね、なんかマウナケア超快晴だね今日は。そうだね、ちょうど木に隠れてるけどいやここからふと出てきますよ。ほらもう、そうだね、よいしょして、あーずれちゃった。はい、じゃあまあちょっとスカイ君たちと一泊しましたけども、うん、今からまあ彼らはもうワイキキの方に戻るんで、僕らはまだ飛行機まで時間があるので、もうちょっと観光していきたいと思います。はい、で今から、今までもう多分 4,5 回ぐらいハワイ島来てるけど、うん、行ったことのないエリア、はい、一番最北端のハービーの、街に向かっていきたいと思います。はい、今11時40分、うん、まあ、今ホテルをチェックアウトして、まあ、多分40分ぐらいで着くかな。はい、はい、行きましょう。マジか、めっちゃのんびりやん。はいはいはい、
はい、はい、はい、お邪魔しますよ。いや普通にいるよ ね。すごい。我が物が多い。しかも、黒いから溶岩と、そうだね、もうね、うん、一体化しちゃってね、気づきにくいよね。うんうん、そうだね。なんか昨日マウナケア行ったメンバーは本当にもう道端に夜だとって言ってたね。ね、いっぱいちょっともう当たっちゃってる子たちが。ね、かわいそう。ね。なんかさ、深海魚とかさ、お魚みたいにさ、本当、うん、夜は光るとかさ、なんかちょっとね、進化する。もしくはなんかここの何あのエリアの人がその保護してあげて。なんかちょっとベストを着せてあげるとか、とかね、なんかこうね、あの角のところになんか光るリングみたいな、反射板リングみたいなのつけてあげる。自転車みたいな。そうしてあげたらいいのね。あの足のところとかね。まあ、でもどんどん邪魔にならない場所に。どんどん増えてるだろうからね。うん、ああでもマウナロアの方は雲がだいぶかかってる ね。ちょっと天気がこの後どうなるか。わかんないけど、さあじゃあこの何もない溶岩台地を初めてあっちの北の方にね、はい、はい、雲かかってるけど行ってみたいと思います、じゃあハビーっていう町を越えて今その先のカパアウかな、はい、じゃあキングカメハメハの生誕地と呼ばれている町にある銅像を見に来ました。いやー、なんもない本当町もこの両サイドのこんだけって感じですね。なんかワイキキの銅像だとその台座にいろんなカメハメハ大王がやったこととかがこう、うん、台座に書いてあるんだけど、これは何があるんだろう、これなんだろうね、ちょっともう情報をちゃんとチェックせずに像があるっていうだけで来てるから、なんか一応トランスレーションがある。はい、いつものパーカーランチセンターに来ております。もうなんかこれカメラで見えるのかな、もう湯気みたいになってるけど、霧雨というか、ていうかもうこれ雲の中なんだよね。あ、雲なんだこれ多分。おー、すごいね。多分ね。どれが美味しそうだった？フライドアイスクリームサンドイッチ、ああ美味しそうだね。買ってく？うん、大丈夫。和牛バーガーとかね、もうビレッジバーガーは毎回来ると食べるんですけど、今回ちょっと別のとこ行きましょうか。ちょっと晴れてきたし。さあ、ワイウェアの街でスパイ君がおすすめのビッグアイランドブリュワーズ、はい、ハンドクラフトビールと、でも人気だよ、めっちゃ忙しそう。グラハム、
返します？大丈夫？うん、はい、OK。 So, do you have a kamae now? We do not. Sorry. Ah, OK. Yeah, thank you. あれはナショナルパークですか？そっか、ステートパークじゃなかった。素敵な感じの女性だと思います。レンジャーですみたいな。そう、どうも私レンジャーです。さあ来ました。はい、あ、とてもだ。久しぶりの、2年ぶりぐらいの火山公園ですね。まあ結局雨ですけども、まあ、ビジターセンターが右側で左側にボルケーノハウスがあります。あ、これもう行っても何も見えんかもな。あ、あれで霧で、霧でもしかしたら、うん、それもね。まあまあとりあえずせっかく来たんで行ってみたいと思います。さあスチーム弁当ですね。そう、至る所から煙が出て、ね、さっき窓開けたらもう硫黄臭くてね、うん、すごいね、地中から煙がまあちょっとこの天気だからね、雨なのか霧なのか煙なのかがちょっと分かりづらいけど、さあ一番奥の、まあ、元ジャガーミュージアムのとこまで行ってみようかなと思います、うん、はい、ただ今んとこ我々の格好は、僕はハーフパンツに T シャツ、やべえ、うん、着替えないと。まあちょっとね車止めてパッて見に行くぐらいだと思うんで、あの、まあ上のジャケットだけ着て行けるかなと、うん、ジャガーミュージアムが改装中だね。またここに作るんだ。作るのか、そしてえ、なんで誰もいないの？何も見えないから、何も見えないからかな。うん、いやでも見えてると思うけどね。はい、ではキラウエア火山の今そこがジャガーミュージアムですね。で今5時です。ヒルトンワイコロワを11時40分に出て、でまあハビーの方、上の方に行って、ちょうど12時半ぐらいにカメハメハ大王の像、カパーウだったかなで見て、そこからワイメヤの町で2時ぐらいにお昼ご飯を食べ、そこからサドルロードを通って、さっきちょうど4時ぐらいに、ビッグアイランドキャンディーズでクッキーを買い、そこから約40分50分ぐらいかけて今キラウエア火山の、まあ、火口頂上付近まで来ております。誰もいないまあ、あんまりマグマが出てないからかな。時間帯的にももっと夜にならないとやっぱこう赤いのが見えないからみんな来ないのかな。でも煙はね見えてます。いやでも明るい時間に来るからこそこの広大さがわかるよね。ちょっと今もうちょっと、で煙が出てるところあるんで、左下のボルケーノハウスのところからずっと来て、スチームベントのところを通って、今ここの上カフナに来てますね。でそこから今この辺を見ていると、ドーバールックに行ってみようかな。神社も鳥みたいなマークが
これ多分、うん、あのテーブルじゃない。あのよくあるじゃん、立体化のしてるやつ。山とかにさ、うん、よく山山頂にあるさ、うん、神社系のものがあるんだとか。あの使わせていただきますね、今のやり取りは。いや、オーバールックまで。なんだろう、ノーペッツ、ドンフェッドワイルドライフ、ノードローン、ノースタックロック、でさっきの本当数百メートル下ってきただけだけど、壁がないからすごい。まだほら半袖ハーフパンツでも耐えれます。そうね。いやでもなんかでもさっき上から来たからなんか暖かく感じて、うん、晴れ間が出てるから。まあでも、まあ、トレールがあるから本当このままずっとね歩こうと思えば下のボルケーノハウスぐらいまで歩けるし、これ上も行けるのかな。うん。近いか見えるのかな。さあ近いね、近い。おー、すげえ。でもさ、なんかあの辺赤くない？あのちょっとボコボコってなってるところ。あ、本当だ、あそこ、あの赤いのは。あれは単純に赤、もしさ、その火の赤さだったらさ、煙出てるもんじゃない？そうか、これ単純に、ね、まあ、単純にあの溶岩が固まって酸化して赤くなってるのかもね。なんか観測装置なんだ。Well, keep looking at the far crater. That was 400 foot drop, and then it's believed from there. So that's probably. So all that whole thing must have sank. これが火口これぐらいだったのか。So it must have been like this. ドワッとこう崩れて、でジャガーミュージアム。危なくなっちゃった。That's crazy. It's like a viewing station. まあ結構歩いてるから。さあ結局さっき駐車場止めてたジャガーミュージアムかすぐ目の前に、そのままでは結局歩いてきちゃったね。でこのまままっすぐ行けばあれかな、あの駐車場に。期待しますか。どれぐらい見えるかな。
今ここに置いて鍵を渡して OK って言われたんで、はい、そしてもう目の前が空港でございます。ヒロはなんかこのレンタカーのさ、うん、貸し出しの、うんうん、動線はすごいいいよね。そうね、コーナーはまだあれか、バス乗ったっけ、そうね。でマウイはこの間はあのトロリーじゃないわ、トラムか、電車で移動したりとかね。なんで、まあ、ヒロの方がかなりスムースだし、そうね。あれ TSA、 あハワイアンチェックインか。であれなんだよね、こうスカイ君たちと今回旅行してて、スカイ君たちはコナから入ってて、ね、レンタカーがもう全然ないって言ってたんだけども、ヒロサイドはね全然普通に、うん、ようやくも取れたし、ガラガラじゃなかった車もいっぱいあるし、そうだったらさ、コナの方に車移動したりできる。まあね、でもなんか本当に白人の人たちがね多いっていう話もしてたし、ほい、ハワイと今ヒロ空港でほぼ最終便、8時半の飛行機に乗っていきます。いかがでしたか、ハワイと。そうね、ヒロ天気悪かったんですけども、うん、最終的にはね虹もキラウエアの加工で見えたし、あ、これまだ入れない、はい、ん？入っていいの？ほい、じゃあ着きました。ちょっとね。出発も遅れて、結局今到着10時ぐらいになっちゃったね。はい、まあ帰りましょう。はい、これはこっから出ていいのかな。そうね、もうあの荷物預けもないので、そのままスッと出たいと思います。そうね、こっちでございます。さあ、駐車場あっちだったよね、駐車場あっちだったよね確か。はい、ということで、じゃあ今回は1泊2日でハワイ島に行ってまいりました。弾丸でしたけども、しかもね、通常大体皆さんコーナーの方に行くと思うんですけども、まあちょっとヒロの方に飛ん、そう、あのなんかハワイ島をくまなく回ろうと思ったら、コナ宿泊でコナに行っちゃうとヒロに行ってまたコナに戻んなきゃいけないけど、コナ宿泊でヒロに行って、ヒロからコナも観光して、さらに、コナからヒロも観光して、ね、そのまま飛んで帰ってくるという感じで、ちょっとね、移動距離はだいぶ長いんで、だいぶバタバタしましたし、ちょっと天気も悪かったんでね、あんまりちゃんとこう観光も思うようにはできなかったかもしれないけども、まあいろいろね回ることができましたんで、また皆さんもよろしければ参考にしていただければなと思います。はい、では皆さん今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 Thank you, マハロー。 Thank you, マハロー。長袖